はい、今日車中泊する場所は北江名鉄道下野地駅跡ですね。ここで車中泊します。めちゃくちゃ広い。バス停ありますね。下野地って、これ読めなかった。調べてなんてか分かった。下野地ってこれ読めないよ。北江名バス下野地。バスは現役ですね。鉄道は廃線みたいですね。なんかあるぞ。つけち町。読めん。なんたら保存会。はい、ちなみにですね、今はですね、結構遅いんですよ。18時57分。今日はね、寝床を探すのにちょっと時間かかりましたね。まあご飯食べてね、食べたの遅かったんでね、まあそれもあるんですけど、あ、バスが来た。ここちょうどいい感じに広いでしょ。ただね、草むらなんで蚊が出そう。それがちょっと心配なんだよね。おお、虫が。じゃあ何だろう。0019。まあ、どういう状況かちょっと分かんないんですけど、今はまあこんな感じで
材木置き場になってるのかな。こっちは置いてないけど、こっちは置いてますね。はい、ということでここでね寝ます。今日はこれ飲みます。 V ドラッグで買ったカフェラテ。それじゃあいただき、冷たくて美味しい。19時41分です。外は真っ暗。さっきまで薄暗くて外歩けたんですけど、もう無理ですね。見えない。はい、今21時7分ですね。ブログ書いてました。スマホの温度上昇でカメラが起動できなくなる。こんな感じの画面出るんですよ。警告、温度上昇を検知したためカメラを終了します。で、強制終了ですよ。これね、この真夏の炎天下だからこうなるんですよ。30度超えたらなるんかな。最近外で撮影してたらよくこうなりますね。だからスマホで思うように撮影できないっていう。ネタ動画で結構得られましたね。最近はスマホで撮影することが多いんでね、ちょっと悩みですね。はい、明日の気温と天気を確認してみます。明日はですね、最高が31度ですね。曇り。朝はね晴れになってますね。26度。でも明日は31度って低いですね。今日が最高が36度でしたからね。まあ場所が違いますけど、ちなみに今は27度です。場所は中津川市ですね。10時になりました。そろそろ寝ます。それじゃおやすみ。